デスク周りがちょっと便利になるアイテム参戦。はい、皆さんこんにちは、けすけです。今回はデスク周りがちょっと便利になるようなアイテムを3つご紹介していきたいと思います。で、今回紹介する商品は500円以内ワンコインで購入することができますので、結構ね、気軽に導入できるものかなと思います。はい、ということで今回なんですけれども、毎度おなじみね、僕が普段からお世話になっているアリエクスプレスでね、商品を購入しました。アリエクスプレスっていうのはアリババっていう会社が運営しているショッピングサイトで、一言で言うと中国版のアマゾンですね。まあ服だったりガジェットだったり生活用品だったり、もう何でも置いているショッピングサイトになります。詳しいアリエクスプレスの使い方に関してはこちらの動画で解説しておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまず一つ目ですね。一つ目はこちらでございます。これなんだかわかりますでしょうか。こちらがマウスのリストレストですね。まあ、リストレストってどういったものかというと、キーボードなんかにね、よく一緒に使われるものなんですけれども、キーボードの手前側に、まあ、クッションみたいなものを置くことによって手首の疲れが軽減されるというものになります。で、今回はですね、それのマウスバージョン、これ今ね、海外でめちゃくちゃ流行ってるんですよね。マウス版のリストレストっていうのを購入してみました。で、これね、僕実際に1ヶ月ぐらい使ってたんですけれども、結構いいんですよね。で、気に入りすぎて、なんとね、ブラックとホワイトどっちも購入してしまいました。で、これどういう風に使うかというと、マウスと一緒にリストレストも動かせるという商品になります。で、デザインはね、こんな感じになっておりまして、手首にね、ちょうどフィットするような形になっております。これがね、もう絶妙。素材もね、シリコンでできておりますので、非常にね、触り心地っていうのもいいんですよね。はい、近くで見ていくとこんな感じでございます。いかがでしょうか。こちらがですね、グレーで、こちらがですね、ブラックになっております。まあ、選び方としては、ホワイトのマウス使ってる方はホワイト色でね、合わせてもらうのがいいと思いますし、逆にね、黒色のマウス使ってる方はこんな感じでね、黒色同士で合わせてもらうのがいいと思います。で、ちなみにですね、デスクに置いてみるとこんな感じでございます。いかがでしょうか。かなりね、デザインがミニマルなので、デスクに置いてもね、全然違和感ありませんよね。で、このリストレストね、どこが良かったかというと、手首のね、疲れが確かに軽減されました。やっぱりね、常に手首が固定されるような状態になりますので、このね、手首の動きが軽減されるような形になるんですよね。まあ、腱鞘炎なんかのね、予防にもなりますので、非常にね、いい商品かなと思います。で、こんな感じでね、デザイン性もあって機能性もあるのに、なんと価格は300円前後で購入することができますので、まあ、一つね、購入してもいいんじゃないかなという感じですね。で、注意点に関してなんですけれども、このリストレストはあくまでマウスを作業で使用する方向けの商品となっております。 FPS とかでマウスをバンバン振り回す人に関しては、このリストレストがあるとね、邪魔になってしまいますので、そういう方にはね、向かない商品となっております。なのでね、長時間のマウス作業をしている方には非常にね、いい商品かなと思います。はい、ということで一つ目はこちらのマウスリストレストでございました。お次二つ目ですね。二つ目はこちらでございます。これね、透明なのでちょっと見えづらいと思うんですけれども、こちらがモニターに取り付けるメモボードとなっております。で、この商品に関してはめちゃくちゃシンプルで、こんな感じの透明なボードになっていて、裏側にね、両面テープがあります。で、この両面テープを使ってモニター裏に設置することで、メモボードとしてね、使用することができるという商品ですね。じゃあね、早速こちらを取り付けていきたいと思います。はい、ということでね、こちらのメモボードなんですけれども、本来であればこんな感じでモニターのね、右側に取り付ける商品となっております。で、接着面のベゼルの厚さが、まあ、大体1センチぐらいあるんですけれども、僕が使っているモニターに関してはベゼルレスなので、もう1センチもね、ベゼルがありません。なので、ここにね、上から取り付けてしまうと画面の上から取り付けることになってしまいますので、今回はこんな感じで裏返しにして、こちら側のね、反対側に取り付けていきたいと思います。もう取り付け方はね、非常にシンプルで、このね、 3M の両面テープを剥がすとすぐに取り付けれるようになります。はい、ということでね、透明でちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、今ね、ここに取り付けました。で、本来の使い方としては付箋などをね、ここに貼ってメモボードとしてね、使用するボードなんですけれども、僕はね、いつも付箋を使用せずに、このね、無印良品のチェックリストっていうものを毎日ね、使用しております。で、このチェックリストなんですけれども、1枚剥がすとこんな感じになっておりまして、裏側にね、接着できるところとかは全くないんですよね。なので、ここにこうやって取り付けようとしてもすぐにね、落ちてしまいます。で、この問題をね、どうやって解決したいかというと、こちらをね、ちょっと1回
回開けているんですけれども、ダイソーで販売されているネオジムというものを使って解決していきます。まあ、これね全部で9個入りなんですけれども、そのうちね1個をこんな感じで取りまして、セロハンテープを使って1個のネオジムをこのねモニターボードの裏に取り付けます。はい、こんな感じ。やっぱりねちょっと見た目は不格好にはなるんですけれども、ボードの裏側にマグネットを接着することができました。もう1個のねマグネットを使って止めてあげると、はい、こんな感じでね粘着性のないメモ帳でも取り付けることができるようになります。まあ、ちょっとね無理やり感はあるんですけれども、これでね無印良品のメモ帳なんかを常にモニターの横に出しておくことができますので、まあ、こういう使い方もねありかなと思います。もちろんですね普段のタスクを付箋でされている方はここにね付箋取り付けるだけでもいいと思います。でこちらのメモボードがだいたい100円前後で販売されておりますので、まあ、気になった方はねぜひチェックしてみてください。はい、ということで2つ目はモニター横に取り付けるメモボードでございました。はい、ということでお次3つ目ですね。3つ目はこちらでございます。これは何かというと、こんな感じでね指に装着できるゲーミングお箸でございます。でこれがなんでゲーミングお箸かというと、こんな感じでねマウスを握った状態でも手を汚すことなくお菓子をねつまめるという商品となっております。これ考えた人ある意味天才まあ今回はねこちらのエンドウ豆のスナックをね食べていきたいと思います。で使い方はねお箸と全く同じで、こんな感じでね食べ物を挟めるようになっております。はい、近くで見ていくとこんな感じ、結構ね安定性あるんですよね。まあ、なんですけれども、この手の部分から食べ物を掴む部分までの距離がねちょっと短いので、パッケージの奥に入っている食べ物を掴もうとするとここら辺までね手が入ることになってしまうんですよね。でまあここまで汚れてしまうともう本末転倒なので、このゲーミングお箸に関してはもうちょっとね長い方が使いやすいんじゃないかなと僕は思いました。まあ、なんですけれども、やっぱりねゲームしながらお菓子つまみたいなっていう時があると思うんですよね。なのでそういう方にはねこのゲーミングお箸めちゃくちゃおすすめできる商品かなと思いました。でお箸をねこんな感じで閉じた時なんですけれども、最後までね閉じれてないの分かりますかね。これねこういう仕様かどうか分からないんですけれども、最後まで閉じないのでポテトチップスみたいなね薄いものは掴みにくくなっています。掴めないことはないんですけれども、かなりね掴みにくかったです。なので適している商品に関してはこんな感じのねちょっと厚みがある商品に関しては非常にね掴みやすいので、こういうねちょっと厚めのもの、こんな感じの形のスナック菓子とか、あとはアーモンドとかね、そういう感じのものをねデスク作業中とかゲーム中につまむ方はこの商品ねいいんじゃないかなと思いました。基本的な使い方としては、お皿にスナック菓子を出した状態でこれを使ってつまむという感じですね。そして薄いポテトチップス系のお菓子には向かなくて、こんな感じのねちょっと厚みのあるお菓子に関しては向いているかなという感じですね。でこちらのゲーミングお箸に関してもカラーバリエーションもありましたし、100円前後で購入できるものなので、よかったらね気軽に購入してみてください。はい、ということで3つ目はこちらのゲーミングお箸でございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はアリエクスプレスで購入できる500円以内でデスク周りがちょっと便利になるようなアイテムを3つご紹介していきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで僕はこんな感じでデスク周りに特化したガジェット紹介や DIY をしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。おいしい。